こんにちは、ずまです、今回の動画は、切りっぱなしボブのスタイリング動画。まだこれやってないんですけど、結構皆さん切りっぱなしボブすごい今人気で、ただスタイリング自体があんま得意じゃないって人が多いので、ちょっとやってみようかなと思います。で、基本的に、まあ、ボブの形にカットされてる方、もしくは、まあ、ショートでちょっとボブに近い方とかかな、この動画をこう参考にできる人はそうかなと思うんですけど、なんかこう皆さんこうまっすぐにパツっていう感じがいいですって言うんですけど、だいたいこう 見させてもらう画像とかって多少外跳ねというか、本当にまっすぐなやつもたまにあるんですけど、基本的にちょっと違うんですよね。なんでそこの差というか、皆さんがやりたい切りっぱなし感、どうやったらできるのかっていうのをちょっとやっていきます。まず今こう根元の寝癖だけ直して、毛先がちょっとバラバラしてる感じで、私も切りっぱなしに切ってもらってるので、基本的にはこの状態でも割と切りっぱなしっぽくは見えるんですけど、なんですかね、こうやって内に入っちゃったりとか前に跳ねちゃったりとか、なんかいろいろするので、これを統一していきます。で、まず私みたいに直毛の人はパツってなるんですけど、くせ毛の人とか、あとは表面にレイヤーが入っててショートから伸ばしててボブにしたい人とかはもっとこう丸くなっちゃうんですよね。で、長さが短ければ短いほどやっぱ頭の丸み反っちゃうので、パツッと切ったとしても丸くなっちゃったりするんですけど、それをなくすにはまずこの中間の部分をこうまっすぐにするんです。そう、一回まっすぐに、でこれでストーンで、これでまあ、これでいいっていう人もいるのかもしれないんですけど、結構皆さんがやりたくて多いのは切りっぱなしの感じ。まっすぐにした後に毛先をちょっとだけ逃がす。これ、わかるかな？この感じ。これ後ろの毛が邪魔だな。これ、ちょっと逃がす。そしてこのカットラインがパツって感じがより強調されるんですね。で、まあ、まっすぐにストレートで下ろしてもいいんですけど、結構雨の日とか湿気が多い日とか、まあ、風が強い日は癖が強い人はやっぱ内巻きにまた戻っちゃったりするんで、スタイリングの持続力としてもやや逆らうような感じで、毛先がちょっと逆らう、もう角度で言えばまっすぐからこのぐらい、ここまで行くとすごい跳ねちゃうので、ちょっと逆らう、このぐらい、そう、後ろ回ります。で、一発でできる人はいいんですけど、難しいかなって思うので、一回ねこうやってまっすぐに中間してあげます。で、そっからこの毛先の方をシューッとちょっと逆らうという感じです。で、もう一つポイントなんですけど、このねパネルで撮ったこの毛をなるべく自分に近いところでやってあげてください。こう上げてやったりとか、まあ、っすぐにするまではまだいいかなと思うんですけど、こう跳ねさせる時に上げてやると、下ろした時にズレが生じてすごい不思議にほうきみたいな感じになっちゃうんですよ。なのでこうしてまっすぐにした後に、ここなるべく自分から離しすぎない感じでこうしてあげると、こうまっすぐパツッと降りた、自然に降りる位置でここだけパツッっていう感じにアイロンされます。後ろ行きます。まっすぐにして、でこっから逆らう、こういう感じで、後ろとかね結構難しいと思うんですけど、ここもまあ、まっすぐにしてこうして、で、あんまりねこっからこういう感じでやると、さっき言ったようにほうきのようになるので、後ろとかこの後頭部のなんか耳後ろらへんからは、頭のこの丸みに沿って、丸みからこう首のラインでちょっとくびれてると思うんですけど、若干それをなぞるような感じにしてあげると、勝手にアイロンもねこうやってスッと、やや斜めに逆らうような感じになると思うので、首に沿わせて
アイロンを入れてあげるっていう風にやってあげるとこういう感じでパツッとなれます。もう一発でできるようになったらもう一気にまっすぐにしてからっていう人もやってもいいし、毛先がねあまりにも暴れる人は一旦髪の癖をアイロンで取っちゃって毛先だけもう一回入れ直すっていう方がまあ失敗折れたりもしないかなと思います。そう、結構このラインが好きな人がきっと多いんじゃないかなって、私もお客様をやってなんかこう見せてもらう画像とかこういう感じのボブにしたいっていうのはなんかこういうシルエットが多いなと思います。そうなんでちょっと逆らう、外跳ねまでいかないでちょっと逆らうっていうのをぜひやってみてください。今日はトラックオイル3番っていうのを使ってよいしょ、今ね、まあ、100円玉ぐらいの量を出してちょっと手になじましてしっかりなじませます。私ウェットが好きなので結構多めにとってもう全体的に内側も表面もしっかりつけます。ほんとちょっとだけで、ね、ちょっとツヤ出したいんだよなっていう人はまあ5円玉ぐらいの量で内側から中心につけてあげて、ちょっと表面中間毛先だけ少しつけるとかでもいいと思うんですけど、結構こういうのをつけた後にやっぱりこういう状態も何だろう、手でねやる感じもまあこれはこれでラフでいいんですけど、綺麗なこのやっぱりボブの感じを見せたかったらやっぱコーミングした方がいい。でコーミングするとオイルも均等に髪にまた馴染むので、あの本当にあのバランスよく見えますよね。こういう感じかな。そうで本当長時間ないとかはなんか常にいつも耳かけるんですとかいう人はね、もうこうしてここでしっかり挟んでここだけやるとかでもいいと思うんですけど、一番大事なお伝えしたかったことはこうまっすぐにしてからやや逆らうこのぐらいっていうのと、パネルを上げないっていう、自分になるべく自分に沿わせてやるっていうことが大事なので、ちょっとあのいつもアイロンうまくいかないって人はよかったら参考にしてみてください。まあ、すごい楽ですよね、そうこういうのスタイリングは。で、あ、なんかショートでね悩んで、ショートから伸ばして悩んでる人も結構こう乾かすと丸くなっちゃう人も多少ボブ感が出るの で、 であもちろんでもあのカットラインはね揃えてもらってる状態ですけど、表面にこう段が入っちゃってる、まだうまくボブできないっていう人もあのその中間のまっすぐにするところに時間を少しかけてあげるとだいぶボブに近づく、この角をね作ってあげることで結構ボブに近づくので、ちょっと伸ばしかけの人も諦めないでスタイリングでちょっと飽きないように頑張ってもらいたいです。使ってたストレートアイロンなんですけど、リファのストレートアイロンで過去の動画におすすめで載っけてるのでよかったらこれ見てみてください。あの結構ストレートアイロンで結構角張ったものだとなんかこう多少ちょっとね外跳ねするだけでも折れちゃったりとかするんですけど、これこう丸くなっててこうカールさせることもすごい上手にできるアイロンだったり、髪を傷ませなかったり、まあすごくいろいろスタイリングしやすいのでよかったら見てみてください。ここに載せておきます。はい、っていう感じでささっとやりました。慣れると本当に3分ぐらいでできるので、皆さんもよかったら真似してください。最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。